パッドヘネンはアメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス出身の元、オートバイレーサー。アメリカ人として初めてロードレース世界選手権で優勝したライダーである。ヘネンのレースキャリアは若い頃に家族と共に移り住んだ北カリフォルニアでダートトラックレースに出会ったところから始まった。そこで注目を集めたヘネンは 鈴木のファクトリーチームに迎えられ、グランプリへの参戦を開始する。そして1976年、平年は初出場ながら、フィンランドで一勝を挙げ、500cc クラスでランキング3位を得た。このフィンランドの勝利がアメリカ人がグランプリで初めて勝った瞬間であった。この時の勝利があまりにも予想外であったため、フィンランドのオーガナイザーは、 表彰式で流すべきアメリカ国家のテープを用意していなかった。翌1977年シルバーストーンで行われたイギリス GP で一勝を挙げたヘネンは前年に続いてランキング3位となった。ヘネンはまたグランプリのシーズンオフにニュージーランドで開催されていたマールボロシリーズに参戦し、鈴木の TR500、TR750、RG500 といったマシンで3、 シーズン連続チャンピオンに輝いている。マールボロシリーズは5シーズンにわたって開催されたが、ヘネンはそのうちの3シーズンでタイトルを取ったのである。そして1978年、グランプリの合間を縫って出場したマンシマ TT レースでのクラッシュによって、前途有望と思われていたヘネンのレースキャリアは突然終わりを迎えることになった。その日も好調で20分台後半のコースレコードを、 叩き出したヘネンは150マイルパーアワーの高速で遠赤に突っ込んだのである。その時何が起きたのかは今もってはっきりとは分かっておらず、噂では鳥にぶつかったのではないかと言われている。その時のクラッシュによってヘネンは頭部に重傷を負い、奇跡的に一命を取り留めたものの、その後遺症によりレースから引退せざるを得なかった。現在ヘネンはカリフォルニアに住んでおり、 2007年にはアマモーターサイクル電動入りを果たした。ありがとうございます。